皆さんこんばんは。鈴木貴博です。今日がですね、この動画を撮ってる夜がですね、僕の誕生日でして、ちょっとですね、一人誰も祝ってくれる人なんていないんですけれども、せいぜい親ぐらいで、でも一人でこう動画を撮ることでですね、ちょっとその気持ちがちょっと落ち着いたりですね、あとは皆さんにその自分の誕生日ということを知ってもらうため今こう動画を撮っているんですけども、この日ちょっとコーヒーをですね、自分のためにですね、自分で入れたんですけれども、普段以上になんか美味しく感じたんですね。誕生日っていうせいもあるかもしれないんですけれども、31歳記念日ということで、ちょっと皆さんにちょっとこの動画で付き合っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なんで僕はですね、こういうふうに動画と音声っていうのを別々に収録しようかっていうことについてお話ししたいんですけど、それはなるべくですね、長い間で喋りたくないんですね、この場合はですね。であとは、確かにリアルタイムの音声っていうのは面白いんですけどもね、一つのことに集中している方がやりやすいんですよね、自分的にね。なのでこういう風に撮ってるんですけれども、ちょっと変に思われたらですね、すいません。今この撮ってるカメラがですね、iPhone8 ですね。で、編集ソフトはその iPhone の中にもともと入ってる iMovie というアプリを使ってですね、撮った動画を編集しています。なのでそんな一流の YouTuber みたいにしてですね、ちゃんとしたものではないかもしれないんですけれども、こうカジュアルにですね楽しんでいただければいいなと思いつつ、ただ今後ですね、徐々に良くなっていくように努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。ちょっとこの動画の中でですね、僕はこの目を閉じてコーヒーの匂いをですね味わっている様子なんですけど、正直気持ち悪いですよね。ただこの目を閉じてるっていうのはですね、それだけではないんですね。5分間に例えば1回ぐらい目を休めるためにですね、1分ぐらいその自分の中でカウントしながら目をつぶってるんですね。よくあるのはゲームとかもそうなんですけれども、自分のその集中力を高めるとかですね、ストレスを下げるとかいう、そういう効果を狙ってあえてポーズをとってですね、休むことっていうのがあるんですね。その方がなんか剥げない気がするとかですね、あとは自分のそのスキルが上がるような感じがする、あと集中力が高まるとかですね、そういう効果があるような気がして、ちょっとめんどくさいんですけど、そういう風にしてですね、結構その細かな動きっていうことに専念していたりしますね、僕の場合は。はい、あとはその自分のその出したその息とかですね、自分の出したその唾とか、喋るときにやっぱどうしても出ちゃうときってあると思うんですよね。で、そういったものが例えばマスク越しからですね、自分に逆流するとか、あとはなんかその物を通して自分に逆流するとかですね、そういうことも考えると
やっぱりそのそういう細かな動きっていうものをですね、その1分間の間隔を挟みながら、あのちょっと面倒くさくてもやっていく方が安全なんじゃないかなっていうふうに思うあの時が僕はあるんですね。でこれは別に子供の頃とかですね、あとは若い人っていうのはですね、多分あんま意識したことないと思うんですけれども、でもよくよく考えてみると、あのそういうのもですね、あのストレスを下げる効果があるんじゃないかとかですね、あとは自分のその体温の上昇を防ぐんじゃないかとか、なんかそんな感じがするんですよね。そう考えるとそういうのも悪くないなっていうふうに思うんですよね。まあ社会的に見るとそれはどうなのかなっていうふうに思うんですけれどもね。でもまあおすすめの僕なりのですね、そういうやり方ではあるので、一応紹介しておきます。まあちなみにですね、僕は左利きなんですね。なんて言うんでしょうかね、結構細かなことが気になったりする、そういうメンタルのちょっと病気を持ってまして、中学校2年生ぐらいの時からですね、もう精神神経科というところにかかってですね、お薬をですね毎月のようにもらって、でそれを毎日処方された通りに飲んでるという、そういう生活をですね、ずっと中学校2年生ぐらいのあたりから今までずっと現在まで続けていますし、そういうのもですねあって、結構神経質なところもあるんですね。なので、まあ、日々の暮らしだけでもですね結構大変なんですけれども、でもまあなんとか大学も卒業できましたし、なんて言うんでしょうかね、そういう細かなところに気をつけられる僕っていうのはですね、子供には分かんないかもしれないですけど、大人には理解してもらえるんですよね。でもまあ昔と比べるとそのメンタル疾患っていうのも実は良くなってきていて、それはそのいろんな経験からだんだんこっからここまではですね大丈夫だとかですね、あとは自分の中でもある程度その何て言うか気持ちの整理のつけ方っていうのが分かってきたっていうのがあると思うんですよね。まあ、病んでる人にはですね同じようなこともあるかもしれないですけど、まあ、お互い頑張っていきたいですよね。でまあその僕はそのトレードマークとして持っているのはですね、髪の毛のその後ろの後頭部のところとかですね、後ろから見ていただくと分かると思うんですけど、あんまハゲてないんですよね。でよくいるのはですね、例えばそのちょっと線が入るようにですねハゲちゃうとかですね、あとはその円形脱毛症だったりとか、そういう人ってまあ日本人にまあ多いらしいんですけどもね、あと薄毛だったりとかで、昔からその父親の影響でその僕もハゲたくないなとか思っていて、で何とかハゲないような方法っていうのはもう自分なりにすごい研究したんですね。でまあでもやっぱりちょっとハゲてきてるような感じがしますね。昔と比べるとちょっと薄くなってるというか、そういう感じがするんですけど、でもまあ今のところはですねまだその完全にこう地肌が見えるくらいにハゲてるとかそういうことはないので、まあ大丈夫だと思うんですけどね。でもまあハゲは嫌なんで今後も気をつけていきたいなと思っていたりします。やっぱそのためにやっぱストレスをですねなるべくこうかからないようにで、なんとか工夫していきたいですよね。
で、まあ最近僕 YouTube に動画をアップロードし始めたんですけれどもね、あのこれはあのなんか自分にもですね、あの作り手としてのなんか意思というか、そういったものがあってもいいんじゃないかなというふうに思ったから始めたんですね。なんかあの割とその僕は勉強はうまくいって大学は卒業できたんですけれども、例えばそのどういうふうにですね物が作られているかとか、あのそういうことがですねあんまり、やっぱ分かんなかったので、こういうふうに動画を撮るだけでも嬉しいですね。